白い、あー、いらーい、夏の金魚になっていい、何ですか、夏に大事だよ。コーナー名はエリコ踏むの大好き。これどうでしょうか。腰ついてる。一番はつらつとして言ったよね。今日の音の中で。このタイトルがすごい大好きなの。私エリちゃん。エリちゃんっぽい。なんだそれ。イメージは黒い大きな馬に。またがったですよ。今つぼっちゃったね。黒い大きな馬にまたがった。私を想像したらちょっとつぼっちゃったね今ね。突き進んでいく感じですと。もう大好きって言ってほしい。言って言ってエリコさん大好き。何よエリコ絞ってる絞ってる。マヤコさんこのコーナーはそういうコーナーなの。エリコ飲むの大好き。これでぜひやってほしい。じゃあそのためにはまず馬を用意していただかないと。黒い大きな馬を。おかしい。さてお昼のスケジュールはエリちゃんどうぞ。エリコ踏むの大好き。もっと明るく大好きって。エリコ踏むの大好き。こちらですね、最初で最後となっちゃいますね。いやいやいや最初で最後となっちゃいます。いやいやいや、わかんない。いや私がなんか踏みます。ほんとだ。マヨコさんが待ちに待ったこの。そうなの。エリコ踏むの大好き。そう、これは言ってほしいだけなんだけど。これあれなんじゃないの。何タランチュラなんじゃないの。それだ。正解。ナイスリアクション。さあというわけで、なやちゃんおすすめエリコ踏むの大好きのコーナーではありましたが、レッツスキルアップのコーナーではですね、踏む以外のコーナーを募集しています。これ最初で最後でございますから、はい、すぐそばを送ってください。ということで、エリコ踏むの大好きでした。まやさん大喜び。さて今回の歌姫楽園ですけれども、はい、はい、メールがね届いてたので、ちょっと紹介したいと思います。はい、プロデューサーネーム、あ、プロジェンラネームかな、はい、うん、みーちゃんからです。おー、可愛い名前だね。うん、いいね、なんかね、小さいのところにこだわりを感じてるね。そうね、そうね、こんにちは。
こんにちは。初投稿です。ありがとうございます。ナルクアンシェールのキスキスキスを原さんに歌っていただきたいです。あやハモリとかコーラスにもぜひチャレンジしていただきたいです。音符にっこりよろしくお願いします。みーちゃん聞いてるかい？みーちゃん。みーちゃん。みーちゃん聞いてる？聞いてる？聞いてる？なんで、なんで私の方向かって言うの？紹介したよ。だってこれ、みーちゃん。これゆみちゃんでしょ？なんで、なんでバレちゃうの？メールアドレスゆみちゃんだ。ま、確かに。あ、本当だね。なんかいろいろバレちゃってるね。自分でリクエストさせていただきましたよ。自演オツだな。だって誰も待ってたんですけど、うん、なかなかこのキスキスキスの、あのリクエストが来てなくてですね、毎週のようにちゃんとチェックしてるんですけれども。じゃあ、原由美でキスキスキス。Infatuation kiss. Step into fascination top. Oh, infatuation kiss. Ooh, kiss. So fabulous, fabulous, so snake. And then no taste. Kiss, kiss, kiss to me. Step into fascination top.Infatuation kiss 迷いしれてすでにも My addiction One, two, three, 夢中 Step into fascination talk Oh, infatuation kiss I need it何番目とか大丈夫な人？何番目とか、うん、もう最近さ、恋ってなんすかみたいな。そのエリア入っちゃった、これ。入っちゃう、これ。入っちゃう、これ。噂に言うと、ツンデレ、うん、ツンデレって言って、うん、言ってるんだけども、自分で認識はある？うん。ないない。ないんだ。私、ツン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 だもん。あ、大丈夫。ツン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 、デレじゃん、くらいじゃん。ご褒美作ろうみたいな。出るはあんまないの？出るとか見せるわけがねえよって。そんなことないよ。え、まあ、意外と見たよ。彼氏といる時も、うん、じゃあそんなに出るは出さない？それは言えないよ。言えないの？こういうのが出るです。でもね、車の中で、うん、こう近いんだけど向き合ってなくってすごい横にいるみたいな感じが好きなの。あ、正面だと照れちゃうの。そう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 。変にちょっと可愛くね。可愛い可愛い超可愛い。喫茶店とかじゃさ、うん、入ると、うん、な横顔しか見せないのじゃん。いやいや見せないよ。でもなんかこう、うん、慣れるまでは、うん、あのちょっと照れるよね。うんうん、正面の席って。うん、あ、私どっちかというともう仲良くなって、うん、お付き合いとか始めた時に、うん、本当は隣に座りたいのに、うん、ファミレスとかでさ、うん、広い椅子とかだとさ、うん、すごい寂しくなる。うん、ああ、でもファミレスってさ、隣同士に座ってるやつを見てバカがって思う。でもね、なんかちょっとね内心憧れてんだよね。え、隣普通座んね？座れないよ。マジで？座れないよ。しかも夜中の2時過ぎないと禁止だよ。これおかしいな。そんな。昔はよかった。ママもね、青春時代はイケイケだったからね。最近おすすめのね、寒川ギャグあったりする？あのね、ゆうちゃん、なになに？中華街に行っちゃいな。うまくない？風吹いた、すげえ。今すげえ新しい風吹いた。しかも小料理屋っていう料理にかけてるんです。わかりづらい。でもそんなの関係ないんだからね。はーい、おっぱっぴー。おつえり、北村えりです。似てないか。似てないですね。はい、というわけで、ボイスオブ A&G デジタル北村えりの超ラジ、今日はですね、北えりのピンチヒッターということで、私、同じ事務所の吉見でですね、頼むよって北えりから頼まれまして、なんちゃってなんて思いながら、今日はお届けしたいと思いますが、私、今井あさみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ゲストお呼びしております。この方にお越しいただきました。それではこの方です。カメラに向かってどうぞ。おつえりー、中村えり子でーす。はじめまして、こんばんはです。
ちゃんのおかげで2日間のあの歌を乗り切れました。ありがとう。こちらこそ、私もいっぱい助けてもらった。うん、あれ？どうした？わあ！どうしたの？あさぽんとアッキーだ。わあ！あれあれあれ？なになに？あ、残ってたの？あ、じゃ、あ、来なよ来なよ全然いいよ。いいですか？いいですか？あ、もう開けちゃった。あ、開けちゃった。さすが中村さん自由だな。お前の番組か。あ、でもエリだからいいのか。ちょっと待って、このタイミングで？すごい油断してた。もう私完全に今日、まあ、アスキが今日ゲストで超ラジガールズの方に来てくれて、もう完全にオフモードになっておったんですよ。なっておった。なっておった。ああすごい疲れた。あ今日ありがとねみたいなこと言いながら超ラジガールズの日記を書き、帰ろうかなみたいに言ってたら、ね、したら出てよって言われて。ええって。そう。今挨拶しに来たの。そう。あいつが出てきて。そうか。うん。いつの間にやら呼ばれたぞみたいな。だってその入ってきたら何お出るのってなるじゃん。なるよ。なるか。あ、ギャラのことジャガポックルね。あ、じゃあ、こんなことからいただいたのに。あー、来たり！お母さん！会いたかったよ。ハロー？ハロー？ハワイユ？っていうか、あなた、その格好何？最後、入っちゃい入っちゃい。ボイスオブ A&G デジタル北村エリの超ラジ、お相手はね今井あさみとそなたブーそなた大勢ありがとうございましたでした。もうお前ら後で反省会じゃ。バイバーイ。ちなみにお二人は何とお呼びすればよろしいんでしょうか。私は、はい、あのみんなから、はい、ヒロリンって呼ばれてるので、ヒロリンヒロリンってヒロリンって呼んでるよね。まあ、呼んでないですけど呼んでます。そうそうそう、呼んでる程度お願いします。はい、なるほどなるほど。そして、はい、私のことはなんて呼んでます。私、うん、私はヒロリンは私をなんて呼んでる。かわいい声。エリリンって呼んでる。エリリン。ヒロリンとエリリン。エリリン、はい、エリリンと呼ぶようなお年でもないですよ。突っ込んでくれたらね、中村って呼んでもらった方が全然平田と中村で全然もう全然 OK です。ヒロリンの自分の好きなところは、はい、怒りの頂点が年を取るごとに遠くなっていること。昔は、はい、その20代の頃って、はい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 、あのちょっと嫌なことがあるとカチンってきてたんですけど、確かに、ね、なんかこう30を超えちゃうと、うん、なんか子供を見るような目で、うんうんうん、そういうこともあるよねっていうのが、うん、特には中村さんに巻き込まれることが本当に多いので。でも私ちゃんと謝るじゃん。あれ軽いんですよ謝るのが。ごめんね。そうそう、ひろみちゃんごめんね、ごめんねひろみちゃんごめんね。やべえ、そんなムカつく顔してないよ私。やるぞ。ラジオでパイマンが始まるぞ。そして、ヒロリンの最近ハマっていることが、はい、自宅の改造ってありますけど、これどういうこと。え、はい、改造壁壊したんでしょこの間。うん、なんで聞こえない。もう壁壊したんでしょこの間。壊してません。ちょっと問題ですよ、壁壊した。あの GTO ですかねそれ。まあ、自宅、本当に自宅なんですけども、はいはいはい、あのもう家を買いまして、うん、でその家の窓を二重窓にしたりとか、はい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 、あの壁の壁紙をもうそろそろ剥がして塗ったりとかしたりとかしようかなっていうのを計画してるので、はいはい、なるほど。そうそうそう、好き勝手。ビフォーアフター的なことを自分でやっちゃうと。そうそうそう、してるんです。すごい。鉄球でドーンってやるやつ。こっちって。その係。あ、ごめん聞こえなかったよ。あ、これザ・マンダじゃねえな。キングオブコントだ。終わりました。次へお願いします。すいません。